最初の違和感は多分小学校の頃だったと思う。僕の母が友達のお母さんとは何か違っていたのだ。それが何か今になって思うに、それは女の匂いと金の匂いだった気がする。友達のお母さんはみんな自分の娘や息子を愛する母親だったが、僕の母親はほとんど母親らしさがなかった。さらに言えば妻としても失格だった。そしてそれが僕や父を不幸に陥れ、最後には自分まで不幸にしてしまったのだ。俺は翔太、31歳の未だ独身のサラリーマンだ。54歳の母、59歳の父と同居している。父はもうすぐ60歳、定年間近だ。会社の方では65歳まで延長雇用してくれると言ったらしいが、母が大反対し、60歳で会社を辞めることになっている。母は定年延長の話を父が持ってきた時、あなたもう十分働いたじゃない、これからのんびり暮らしてほしいわと、やけに60歳退職を勧めた。そして仕事人間だった父は、母に家を任せきりだったことをずっと気にしていたから、できるだけ早く妻孝行をしたいと思ったようだ。でも僕は母がそんなことを望んでいないような気がした。以前から母の友人と、亭主元気で留守がいいなんて言って、しょっちゅう父や僕を置いて旅行だなどと出歩いていた人なのだ。そもそも家事をまともにしていない。父が出張でいない時の夕食は必ずコンビニかスーパーの弁当だったし、父がいる時だってスーパーの惣菜をそれらしくお皿に盛るだけ、なんてことがしょっちゅうあったのだ。それに洗濯や掃除も嫌い。僕は小学校低学年の頃、服が季節ごとに3枚ずつしかなかった。母は洗濯が面倒だからと極力服を減らしていたのだ。祖母が母を叱り、それからはようやく毎日違う服を着れるようになったが、また僕が就職すると同時に、翔太はもう社会人なんだから自分の世話は自分でしなさいと言って、僕の分の食事の用意や洗濯を一切しなくなった。それでいて毎月5万、生活費として取られるんだから、なんだかなと思っていた。そんなズボラな母だから、父が60歳で退職しずっと家にいることになったら一体どうするんだろう。なぜ母は父を一日も早く退職させようとしているんだろう。そこがどうにも気になった。そんな時、久しぶりに幼馴染の悪友エイジから連絡が来た。エイジは遊び人で、30歳を過ぎても繁華街のパチンコ屋に出入りして、それで生活費を稼いでいた。そんな彼が僕の母をパチンコ屋近くの喫茶店で見たという。しかも父ではない男性と何度も。え、嘘だろと驚いた僕に、エイジはスマホで隠し撮りしたという画像を送ってきた。その画像に写っていたのは、暑苦しいくらいべったりと僕の知らない男に身を寄せている女の顔をした母だった。まさか浮気？考えてみればやりかねない人だったけれど、これまでそんなことを想像したこともなかった僕は大きなショックを受けた。エイジはその喫茶店が気に入ってよく行っており、何度か母とその男を見たらしい。気になって今回こっそり近くの席に座り、二人の会話を盗み聞きしたそうだ。席がちょっと離れてたからよく聞こえなかったけどさ、定年がどうとか退職金がどうとか、その男とニヤニヤしながら話してたぜ。え？定年？退職金ってことは父さんのことか。この二人、父さんのことで何をこそこそ話し合っていたんだ。ものすごく嫌な予感がした。僕はこの二人のことを探ろうと考え始めた。しかしどうやって、まさかエイジにずっとその喫茶店を張れとは言えないし、僕だって会社があるから無理だ。すると僕の心を見透かしたようにエイジが言った。お前の母さんのバッグに小型のボイスレコーダー入れればいいんだよ。半日くらいはバッテリーが持つやつあるから、二人が会いそうな日にこっそりオンにしとくといい。さすが遊び人、
そういうことはよく知っているなと感心し、俺は早速超小型のボイスレコーダーを購入。そして二人のデートの予定をどう調べようと思っていると、エイジが母さんたちを見たという日のカレンダーにハートマークと時間が書かれているのを見つけた。これだ。次のハートマークは来週金曜についている。僕はこの日に二人が会うのは間違いないと確信し、その日の朝母が朝食を作っている間に彼女のバッグの奥にボイスレコーダーを忍ばせスイッチをオンにした。エイジから話を聞いて以来興奮したままの僕だったが、全ての準備を済ませてから会社に向かっているとだんだん腹が立ってきた。自分の母親のバッグに盗聴器を忍ばせるなんて異常だし卑劣な行為だ。そんなことをさせる状況を作り出した母に怒りが湧いてきたのだ。そしてその怒りはボイスレコーダーを再生した時に頂点に達した。私30年以上もよく耐えてきたと思うわ。 ATM のくせに私に浪費しすぎだってうるさいったら、65歳まで働くなんて言うから絶対ダメって言ったの。あと5年もあなたと一緒になれないなんて待ちきれないもの。60で退職させて退職金を全部もらってやるわ。あの家も売り払わせるから私たちの新居を建てましょうよ、などなど。対する男の方も、君のような素敵な女性はあの夫にはもったいなさすぎる。新築の家で君と二人暮らせたらなんて幸せなんだろう、と母をとろけさせるようなセリフを吐いていた。確かに父は女性を喜ばせるようなセリフを言える男じゃない。クソ真面目で気が利かなくて贅沢が嫌いで仕事大好き人間だ。母の誕生日に何を買っていいかわからないと言って安いケーキを10種類くらい買ってきたこともある。でも父は父なりに母を気遣い大切に思っていることは傍から見てもよくわかる。それなのに母はそんな父をコケにし、いかにもチャラそうな中年男を選んだのだ。自分の性格が父親にということもあって、僕は母を強く軽蔑した。そして父をコケにして金だけ奪って逃げようなんて絶対許さない、と心に誓ったのだ。まずは相手の男のことを調べるために興信所を頼った。不貞相手は母より5歳年下の独身で、そこそこ大手の会社勤務だった。結構高級なマンションに住んでおり金回りはいいようだ。しかし調査中母が出入りすることは一度もなかったらしい。調査してもらっている間に僕は離婚についていろいろとネットで調べておいた。更新所からの結果が出たら父に話すことになるが、多分父は離婚を選択するだろう。その時母はあの男と話していたように退職金や家の売却を迫るだろうから、それを阻止するために少しでも知識を仕入れておきたかったのだ。2週間後、更新所から結果がスマホに届いた。すぐにでも父に連絡しようとスマホから目を上げた時、カレンダーに目が止まった。今週の金曜日にハートマークがついていて、母の字で15時30分と時間まで書いてある。この日は偶然父の定年退職の日だ。そして悪友は二人を同じ喫茶店で何度も見ている。俺はいつか八かその日の15時に父とあの喫茶店で待ち合わせをすることにした。父は多分もう会社から帰宅しているだろうが、出てくるよう頼み俺は半休を申請した。そして当日僕は喫茶店で父に、父さん信じられないかもしれないけど母さん浮気してるんだ、と切り出した。父はポカンとしていたが、僕が更新所の調査書を全て父に見せると父は呆然とし、何度も何度も調査書を読み、どんどん怒りに満ちた表情に変わっていった。そして僕がボイスレコーダーで撮った二人の会話を聞かせると、悔しさのあまりか拳でテーブルをドンと叩くと、下を向いて体をわなわなと震わせた。そして絞り出すような声で、絶対に許さん、と一言言った。分かったよ父さん、僕は父さんの 100% 味方だからね。そう言い終わったところで喫茶店のドアが開き、想像通り腕を絡ませ合って入ってきた。母は僕と父に気づくと真っ青になり
口をパクパクさせた。驚きのあまり声も出ないようだった。今腕を組んでいる男がお前の不貞相手だな。父が冷たい声で言うと、母は我に返り、男に絡めていた腕をさっとほどいた。今さら遅いんだけどね。二人を僕たちの席に座らせると、僕はあのボイスレコーダーの録音を流した。母も真男も一言も発さずそれを聞いていた。すると父が更新所の書類をテーブルに広げ、一言、離婚だなと母に告げた。報告書を目の当たりにした母は言い訳も懇願もせず、ええ、そうしましょう、慰謝料と財産分与はしてもらうわよと開き直った。そこで僕が口を挟んだ。慰謝料っていうのは不貞した側が払うんだよ。もらうのは父さんだ。不貞させた原因はそっちでしょ。仕事仕事で私に構わないくせに無駄遣いするなとかうるさいこと言って。確かに父さんにもちょっとは問題があったかもしれない。でもだからといって他の男と浮気してもよろしいなんて法律はどこにもないんだよ。裁判してもいいけど絶対母さんが負けるからね。僕が静かにそう説明すると母はショックを受けていた。しかし証拠にもなく、じゃあ財産分与してもらうわ。あの家は私たちが結婚してから建てたんだから、権利の半分はもらえるんだからねと言ってきた。確かにあの家は父さんと母さんが結婚してから建てたものだね。でもそのお金はどこから出てきたか覚えてる？そう僕が聞くと、母は意味がわからないという顔をした。すると父が、お前は忘れてるだろうが、私の父の遺産で建てたんだと怒鳴ったが、母は、あ、そう、だから何？と平然としている。そこで僕は詳しく解説してやった。親からの相続で得たものは、たとえ結婚している間にもらったものでも、財産分与の対象外なんだよ。つまり、あの家は父さんだけのもので、母さんには一切権利がないんだ。そこまで言うと母は呆然自失となり、目の焦点が合わなくなった。父も僕が母の言い分を全て潰したことに驚いて目を丸くしていたが、僕が「父さん大丈夫だよ、ちゃんと弁護士会の相談センターで確認したから」と言うとほっとしたようだった。で父さん、その不貞相手どうする？僕が軽い口調で聞くと、心に少し余裕ができたらしい父も口元を緩ませ、そうだな、慰謝料請求ってできるんだろ、いくらくらいかな。結構母さんとの付き合い長いみたいだから200から300万くらいかな。僕が不貞相手の顔を見ながらそう答えると、そいつの顔から血の気が引いていくのが見て取れた。いいんじゃないですか、たった300万で母と結婚できるんですよと言ってやったが、真男は無言のまま。母が横から口を出し、そうよ、それくらい出せるわよね、払うって言ってと男に葉っぱをかけると、突然、冗談じゃない、無一文の年もなんか興味ないんだよとわめくと席を立ち、そのまま店を出て行ってしまった。実はあの男が住んでいたという高級マンションは彼の友人の持ち物で、真男は単なる居候だったらしい。だから更新所の調査員は母がマンションを訪れるところを一度も見なかったのだ。また大手企業に勤めているといっても時給制の契約社員らしく、給料はせいぜい20万といったところのようだ。それらを暴露し完全に正気を失って凍りついている母を残し、僕と父も喫茶店を出て行った。父さん、これからどうする？そうだな、まずは役所に行って離婚届もらってくるか。かなりショックだっただろうに、明るく振る舞う父は立派だ。こんないい男を捨てるなんて、本当に母さんは男を見る目がなかったんだな。あれから母は実家に帰ったようで、何度か父の携帯に謝罪と復縁したいという電話がかかってきたそうだ。しかし父は突っぱね、弁護士を連れて母の実家まで行き、離婚届に署名させ母の両親の前で慰謝料の支払いの約束もさせた。母は今両親に責められながら必死に働いて慰謝料を払っているらしい。我が母とはいえ
同情の余地はない。母として妻として生きるより、女として、そして主戦度として生きることを選んだのだから。僕ももういい年だが、焦らずに時間をかけて素敵な女性と出会いたいと思っている。